は日本の航空技術者。兵庫県姫路市出身。飛行艇の第一人者で97式飛行艇、2式飛行艇、実験機誘拐 XS や、自然改めなどの設計に従事した。1906年、兵庫県姫路市の商家に長男として生まれる。参考へ入学する頃、航空の道を選択。1930年東京帝国大学工学部。 航空学科卒。卒業設計では、シュナイダートロフィーレース用の水上競争機の機体を担当した。卒業論文のタイトルは、トーションオブプリズマティックバー。97式輸送飛行艇卒業後、川西航空機に入社する。入社理由は、川西航空機が自宅に近く、少年時代から海が好きであったからという。 イギリスのショートブラザーズに設計委託した KF 飛行艇などをもとに設計、強度計算、様々なことを学んだ。94式水上偵察機の胴体の強度設計、97式飛行艇の開発全般を担当した。97式飛行艇の翼は箱型構造とし、倉庫屋根の途端板にヒントを得て、波板加工にすることで軽量化に成功した。また、 主翼と胴体の固定には、支柱で、柔らか構造のようにして支えた。97式飛行艇は、航続距離に焦点を絞って、開発を進めた結果、海軍の要求性能を超え、初飛行ではまるで小型機のように上昇力が目覚ましく、目を見張ったという。本飛行艇で、菊原独自の設計スタイルを確立したためか、後述する二式飛行艇よりも愛着を持っていたようで、ある。 その後、二式飛行艇では、主任設計者として関わり、水しぶきを抑えるために艇艇全部に、鰹節と名付けた出っ張りをつけるほか、艇滞のかさ上げや徹底した軽量化などをすることで、欧米の飛行艇を大きく上回る性能の飛行艇を完成する。戦況が厳しくなっている中では、制空権の確保が必要という考えから、試作中の水上戦闘機、強風を、 陸上戦闘機に改造する案を提示し、極地戦闘機、市電として開発が認められた。市電には、操縦翼や自動空戦フラップなど、新たな機構を取り入れたが、短期間での改造や初めての陸上戦闘機の設計であり、市電には様々なトラブルが起き、性能向上のために開発した市電改めでは、設計部長として担当した。戦後、 軍からの仕事はなくなり、工場の材料での金属製品の製作や出版業などで会社の生き残りを図る。川西飛行機は1949年に新名和工業に改名し、後に朝鮮戦争特需で会社は持ち直す。1952年3月に航空機の研究、生産禁止が解除されるが、 プロペラ機からジェット機へと技術革新が急に進んでおり、一企業が戦勝国の企業と戦うには不利な状態であるため、菊原は強みである飛行艇で生き残る路線をは考える。しかし、飛行艇の試験を行う機材、資金がないため、水槽、滑車、栄光台車などをあり合わせのもので用意し、風洞実験を進めた。 飛沫によるプロペラや船体への影響を抑えるため、船底から上がる水を特殊な溝で受け止めて浮力に利用する溝型波消し装置を開発。これで1959年2月20日、東京大学博士論文、飛行艇が水上滑走中に建てるしぶきの研究を取得している。また、低速でも離着陸ができ、衝撃を和らげられる低速離着陸技術を実現するため、 強力な高揚力装置として、各国でも研究が始まっていた、境界層制御とプロペラ交流を組み合わせた方法を採用したほか、極低速でも機体を安定させる自動安定装置汗を採用した。アメリカの飛行艇をも上回るべく、新たな方法を多数採用した意欲的な開発であったが、実際に模型実験通りにできるか、また、パイロットがうまく扱えるかどうかなど、 不確定要素が多くあり、実験機を作って確認したいところであったものの、資金が足らず、困っていた。その頃、飛行艇の専門家であり、二式飛行艇をアメリカに持ち込んだ、アメリカ海軍航空兵器局開発部門の幹部技官であるカイロックから二式飛行艇の性能を認める手紙が送られてくる。これがきっかけとなり、1959年8月にアメリカ側の資金で、 委託研究を行う契約を交わし、実験が進められた。この後、アメリカ海軍は防衛庁と協議して、誘拐マイナス1、アルバトロスを海上自衛隊に無償供与し、1960年5月に防衛庁は新名話に、誘拐マイナス1の改造施策の指示を出し、1962年12月25日、実験機誘拐 XS はついに初飛行した。 5年後の1967年10月、誘拐 XS の技術を活用した対戦飛行艇 PS-1 が完成し、初飛行に成功。このほか、日本航空機製造の YS-11 の叩き台となった中型輸送機の基本研究、基本設計を手掛け、YS-11 の開発に関与した。なお、航空業界では YS-11 に関わり、 戦前から航空業界を支えた、堀越二郎、土井武夫、木村秀正、大田実、菊原静夫、五人の侍と呼んだ。全日空の YS-11、名和自動車常務取締役、新名和工業取締役、同社顧問を歴任。なお、菊原は1991年に亡くなる前に、US-2 の基本構想を文書にまとめており、 その路線に従って US-2 が開発されたという。ありがとうございます。